石毛義恵は日本の競馬騎手、調教師。1942年に日本競馬界で騎手デビュー。1947年に豊洋梅。1958年にセルローズでそれぞれ天皇賞に優勝した。1948年に結婚するまでは小林義恵の名で起上。1964年より調教師に転じ、1998年に 定年引退。日本中央競馬会長教師の石毛義彦は次男。1923年、群馬県大良郡大川村に、東武鉄道の職員であった、小林貞五郎絹夫妻の長男として生まれる。近郊には、地方競馬の立林競馬場があった。旧制立林中学1年生の頃に、騎手の姿に憧れ、1937年。 父の知人の紹介で名機種の票が高かった、石毛彦次郎の門下に入る。しかし1939年、彦次郎が馬に腹部を蹴られ、35歳で死去。やむなく、吉江は一時、高木良造旧社に預けられた後、1941年に彦次郎の死である鈴木慎太郎のもとへ移った。太平洋戦争さの1942年9月12日に、 騎手デビューし、翌日に初勝利を挙げる。この頃は障害競争に数多く騎乗した。1944年に徴兵を受け、セレベスに派遣されたが、終戦を経て1946年に復員。同年秋に正規の競馬が再開されると、吉江はその第一回開催より騎手として復帰。1947年秋には騎乗馬、豊梅で天皇賞優勝を果たした。 なお、戦前には、提出後商店と呼ばれていたこの競争であるが、戦後の第一回競争では、皇室から章の歌詞がなく、平和賞として開催された。この競争も当初は、同様に行われる予定だったが、競争前日になって聖章である天皇立の歌詞が通達され、天皇賞の名称で施行された最初の競争となった。翌1948年、 鈴木慎太郎の肝入りにより、彦次郎の一人娘と結婚。婿養子となり、石毛義子へと改正した。1958年には、品馬セルローズに起乗し、天皇賞2勝目を挙げる。1964年に調教師免許を取得し、騎手を引退。通算成績は、日本中央競馬会が発足した1954年以降で15091勝。同年、 中山競馬場に旧社を開業したが、3年目の18勝を最高として、以降は年間10勝前後と量跡を上げることはできず、重0勝,勝利も2勝に止まった。1998年、定年により長教師引退。長教師としては4512303勝を上げた。2014年10月24日、脳出血のため死去。91歳没。以下。 参考として、機種引退年に発行された審判長教師、機種名鑑記載の成績を記す。確定した最終成績ではない。主な機場は、括弧内は、石劇場寺の優勝重賞競争。太島は八大競争。主な管理場、ありがとうございます。